皆さんこんばんは、トモトーです。今回も元 SM のジョー様、マリコさんとそのご友人のカズさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。こんばんは、マリコです。よろしくお願いします。今回はですね、女性から見たマッチングアプリいいじゃないですか、ちょっと今っぽい今っぽい、出会い系ですね日本で入り出したのいつ、去年ぐらいかな。マッチングアプリっていう感じだったら、もうちょっと前かな。ペアーズお見合いが出てきたのが多分2年。あ、そんな前なんですね。2年、3年経ったんじゃないかな。2年、うん、多分。の、まあ、どうやったら男性が女性とマッチングできるかっていう、うん、話ですかね。そうですね。ちょっと持っていきたいなと思っております。はい。というわけで今回もよろしくお願いします。お願いします。早速お話を伺っていきたいんですけど。はい。今まで何人ぐらいの男性と会われたんですか？最近その流行りのマッチングアプリって割と恋愛。はいはい。まあ、彼氏欲しいなって思って始めてるやつと、はい、単純に、その、出会い系、はい、出会い系。やりもく？やりもく。はい。やりもくで会ってるの合わせたら多分、会っただけだと100人ぐらいは多分会ってると思いますね。多分。ちなみに100人あって、100人と関係は持ってる？まあ、100人とやってないでしょ。はい。うん、やってないんですけど。その、打率的に言うと。どうかな。恋愛の方は、私、割とやってますね。はい。最近流行りの、その、ペアーズ系のアプリで、会った男の、はい、会うまでに至ったことは多分、7割やってますね。はぁ。一郎もびっくりじゃないですか。一郎もびっくりだと思います。はい、結構いい、だから結構やれますよ。そうちょっと、まあ、ちょっと、その、まあ、やりもくっていうのと、ね、恋愛系って出たんですけど、まあ、恋愛系はわかるんですよ。よくその、今だと電車の中での広告とかも出してますよね。見るじゃないですか。うんうんうん、ゼクシーさんがやったりとか、その、ペアーズがあったりとか、うんうん、あとはまあ、ネットの広告に出てきたりとかっていうのが、うんうんうん、あるじゃないですか。うん、やりもくの方って何なんですか？まあ、私が基本的に愛人とか MO とか探すときに使ってたサイトは、もう昔から、その、出会い系サイトに近い。なるほど。もう、いわゆる新鮮の。マッチングサイトではないかな。出会い系だな。なんか掲示板みたいなやつですか？掲示板、なんか最近はもう本当に SNS に近いような仕様にはなってるけど、はい、まあ皆さんがなんとなくイメージする、いやらしいことを募集するのが OK なサイト、はい、マッチングサイトではないな。あれは出会い系だな。うん。マッチングサイトか。マッチングサイトの話。マッチング。まあちょっと両方聞いてみたいですけどね。一応そのマッチング系のサイトで会った人に限ると、多分、初めて始めたのが、2014年。早っすね、さすがに。2014年。駆け出しも駆け出しじゃないですか。まだだからアプリじゃなかった。スナックのお客さんに、お前そろそろ婚活しねえとやべえぞってすごい言われて、はいはい、なんとなく登録してみたんですよ。それが多分2014年ぐらいで、それから、まあ、最近のアプリ、になったんですけど、うんうんうん、はい、トータルでも30人以上は合ってるかもしれないですね。多分。打率7割。7割かな。ちょっと弱気に6割にしとく。そうですね。そうですね。ちょっと弱気。森目よりかは正確な方で。そうですね。6割ぐらいかな。うん。あ、でも、あとの30人、あとの100人。あ、それ出会い系入れて。出会い系入れて。じゃあ出会い系の方が合ってる人数はやっぱり多い。多い。うん。どっちから来ます？カズさん。出会い系で。そう、出会い系って。歴史長いですよね。ね、歴史が長いし、その私みたいに MO を探すとか、はいはい、まあ、今流行りのパパ活とか、そういう子もすごいいるんですけど、はいはい、もちろんこうお金をかけたくない家族みたいな子もたくさんいるわけです。素人。素人。白線。ただでやりたい。お金払いたくない。ワ、は、ン、い、ちゃん、ワ、ま、ンちゃん。はい、もちろんあるじゃないですか。とんだくさやろうじゃないですか。でも、ある意味、お金払ってやるんだったら風俗でもいいわけです。あ、そういうことなんですね。だけど、払わなくてやりたいから、
やってるわけで、はい、出会い系を。で、なんかこう、意外とそういう、その、まあ昔で言う遠行っぽい感じの人もいるんですけど、うん、最近とかって、ちょっとその、これで、ネットを介して会うことに対して、結構ハードルが下がってきてる時代だから、うん、ほんと普通なカズくんみたいなサラリーマンっぽい人とかも全然いるのね。なんかご飯行きましょうみたいな。うん、で、そういう人と普通に、なんか飯だけ行ったりとかも全然あります、うん。やらずに解散。普通にご飯だけとか、うん、カラオケ行くとか。恋愛的にはゼロ。あそこから恋愛に行くはまずないかな。出会い系。出会い系だから。あくまで恋愛系だったら可能性はあるかな。そう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 。出会い系ってでももともと別に恋愛も多分に含まれてた気がする、ね。だけど、なんかあそこに登録してる人種使ってるサイトがってこと、うん、そうだね、うん。ここに登録してる時点でちょっとないな、みたいな。そうだね。たまらない。私もそれは恋愛として絶対使わないから。はい、何として使うんですか？でも、なんか M を探したりとか。ビジネス。ビジネス。メカビジネス。自分の目的に合った人を探すって感じ。まあそういう意味では全然このご飯行くとかもそうだし、なんか気軽な感じかな。後腐れない感じ。あのこう、恋愛系のやつってどっちかというとちゃんとやりとりして会うまでに、この人どうかなみたいなやるじゃないですか。じゃないの。なんかもう。パッと、あ、今日飯来て、飲みて、とかなって、パッと探して、ご飯行きましょう、みたいな。近くで飲める人。うん、そうそうそう。そういう気軽な感じかな。まあ、それでまあ、パターンとしては盛り上がったらちょっと最後までみたいな。もう、全然ありましたね。あったなぁ。あんまり覚えてないけど、ありました、ただ。100人見る人に。切ってはないか。経験値はね。なるほど。なるほど。なんか出会い系で聞きたいお話とかあります？出会い系の方か、なんかその、やばい人の話。やばい人の話は、ね。基本やばそうなイメージしかないですけど。なんかその、ネットってやっぱりその若い人が使ってるイメージがあるし、出会い系って最初その、本当にメルトモみたいなところからスタートしてるから、言っても30代ぐらいまでかな。要はおじいちゃんとかって、そんな、ね、出会い系なんてやってないだろみたいなイメージあるけど、実際とかどうなんだろうみたいな。全然、じじいいますよ。ジジイ、ジジイどんなこと書いてるんだって。ジジイ、なんならジジイめちゃめちゃいる。あなたたちより性欲あるんじゃないかっていうぐらい、今の40代半ばより上の方が、女に対して貪欲なイメージはありますね。チンコ立たないけど抱きたいみたいな。どういうこと？どこがフィニッシュポイントだ？あ、でも私、愛人さんで、一番上は61ぐらいの人いたんですけど、はい、だから立たないから、はいはい、入れても、ちょっとみたいな。はい、なんか介護ですよね。なんか本当、はい、入った一応。だけど、腰に負担ならないように、腰に枕入れたりとか。介護。おじいちゃん入れたい。おじいちゃん入れたい。入れたい出したい。あるから。でも立たない。立たないように入れて出したい。ね、そう、だからふにゃふにゃなまま入れる。はい。うん。そうだね。抜けないように動くみたいな。だいぶ滑稽なセックスですよ。皆さん、そうなる前に、ね、やっときなさいよって思う。若いうちに。うん、本当にそう。全然いいよ。そうね、話は脱線しましたけど、ね。いやいやいや、いいじゃないですか。そう、あの、おじいちゃんとか本当になんか硬い、なんかこう、手紙みたいな文章を送ってくる。はい、ああ、そうとか。なんとかでございますみたいな。はいはい。ガラケーで一生懸命打ってるのかなって思うと、ちょっと可愛いなって思って。おじいちゃんは何を求めて？え、おじいちゃん、え、なんか、パートナー募集してたりとか、全然いるよ、50、60。純粋なパートナー探してる。愛人探してる人もいるし、そう。うん。出会い系とか、その、あ、でもそれ、出くわしたとか、そういう、要望が、マリコさん自身にあったってことですか？うん、まあそうですね、愛人探してたってことですね。うん、全然。なんか、最近の、愛人、なんか愛人、昔の愛人って、なんか月に何十万みたいな。はい、囲うみたいな。はい、そんな人って別に出会い系にいないんですよ。まあ、全然。でしょうか。うん。そういう人はさっき、前に話した、その交際クラブとかで、うん、あのモデルの卵とか、なんかいろんな、うん、まだちょっとキャビンアテンダーとか、はい、そういうところで探す人が多いと思うんですけど、
ああいうところにいる人って、まあ、そこそこぐらいの人なんで、うん、その、まあ、でもそれぐらいの方が私も話が合うし、うん、でもお互いそういう関係を探してる人を探すには、出会い系めっちゃちょうどいいかなっていう感じ。うん、でも、マッチングアプリなんて、なんか素性バレてんじゃん。そもそもそういうビジネスにはならないから。じゃあそこは全く別物。出会い系はあんまり素性は分からない。もうもう全然全然年齢と、まあ、プロフィールみたいなのは全然あるんですけど、うん、そのも全然合ってなかったりもするし、まあ、男側からするともう桜が非常に多い。ああ、うん、要はデリヘルの子が来る、うんうん、率がめちゃめちゃ高い。え？要はその、出会ったら。出会ってやりましょうみたいな約束していくと、自分と会話してたような会話、何にも知らない、よくわかんないのが来て、あ、全然めちゃめちゃ多いって言ってましたよ。でも来るんですね。来る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 。要はその、他のスタッフがベーってやり取りしてて、その場所とかだけセッティングして、はい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 、で、女を送り込んで、で、その、業者がやってる目的は何なんですか？要は、金になるじゃないですか。普通に客を店舗で待ってるより、自分が桜としてお客さん取るためにやってるって感じです。うん、だからお店の値段で多分やってると思う。はいはい。うん、なるほど。男からしたらどんな気持ちになるんだろう。え、めっちゃ萎えるって言ってたよ。あ、そうなんだ。うん、そ, うね、そもそもやりたくて出会い系使って。確かに。あ、でもね、違うの。やっぱね、素人とやりたいの。そう。素人とやりたいから、はい、で、あとやっぱ、ブスも多いらしいから、そういう。ヘルスで客取れない子ってことは、締めが取れないような何かしらの要因が。ブスでクロートだったら確かにちょっと慣れるかもしれない。ブスクロート。そうそう。だから、出会い系、男性が出会い系で気をつけなきゃいけないのは、そういう業者を見抜くことですね。で業者を見抜くコツとしては、絶対この駅から動きませんっていう人は絶対業者。あと、もう、会ってすぐホテル行きましょうみたいな子も割と業者って、うん、その会った男の人は言ってた、うん。まあ文章で見抜けるよって言われてた。なんか雰囲気出てる、ね。そう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 。それはなんかわかりそうな気がします。うん、そう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 。まあでも、基本的にこう、マッチングアプリも出会い系も私会おうと思う人はやっぱメールの文章とかの感覚がすごいちゃんとしてる人じゃないとやっぱり会わないですね。じゃあそこからちょっと出会い系の方に入ってきますよ。どういう文面が大事なんですか？ですね、恋愛系のマッチングアプリって、絶対顔とか載せるじゃないですか。そうですね。あれ、前カズくんに男のプロフィール結構見せたじゃん。写真がひどいでしょ？ひどい。まず、写真のチョイスがなってない人が多すぎるんですよね。写真から行きましょうじゃん。どんな写真を選ぶのがいいですか？なんかね、自撮りでもいいんだけど、なんか男性って、まあ女子と違って、まあ、なんかこう撮り慣れてないのか、なんか真顔とか、なんか顔が非常に怖いとか暗いとか、よくわかんない写真載せてる人がすっごい多いんですよ。はい。で、ああいうマッチングアプリって、こう、いいねを女の子とか送るじゃないですか。うん、はい。で、こっちがいいね返さないと、うん、あメッセージもやり取りできないんだけど、写真で、ブスだったら、うん、まあ、ブスっていうか印象が悪かったら、0.5 秒で削除されるんですよ。うん、だから、文章まで読んでもらえないから、まず写真をちゃんとした方がいい。で、ちゃんとすると、どうだろうね。どういうことちゃんとするっていう。いや、安心感じゃない？ちゃんと笑ってるとか。かつ、なんかいい。そうね、あんまり一人の自撮りっておすすめしないかもな。それは僕もそう思います。そうそうそう。一人での自撮りでの時点で、ちょっとナルシズムが出ちゃう。そう、ナルシズム出るし。それだったら誰かと写ってる写真の一部切り抜きとか、そう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 。その方が全然いいと思う。自然な笑顔。自然な笑顔で、あとなんかやっぱいろんなこう、マッチングアプリはやっぱこう恋愛目的だから、ある意味こう自分の個性を出した方がいいかもしれない。教科書みたいなセリフ。趣味の一面とか。そうそうそう。例えば、まあ、サッカーが好きならサッカーしてる写真とか、うん、写真が好きならこう自分が撮ったカメラのなんかすごい綺麗な写真とか、車に乗ってるとか、なんかそういう、なんかこう、大きい括りから自分はこうですよっていうのを、
分かる情報を絵として載せるのはすごい大事。自分っていうものをその写真によってこう、うん、あのいろんな面を見せるって方がいいってことだね。で、あんまりおすすめしないのは高そうな飯の写真をひたすら載せてるやついるんだけど、え、なんか、あの、コース料理とかの、なんか、そういう写真をひたすら、プロフィールの他の画像に飯ばっかり載せてる人は、ちょっと敬遠されると思う。意外とでもいるんだよ。なんか自分が作りました。あ、自分で作ったならいいんじゃないですか？え、自分で作ったのも、あんまりにもクオリティ高すぎると、女子引くと思う。そういう意味でも。うん、だし、いいマンション、いい車みたいな、そういう。あ、それもね、あの、まあ、どこの女の子を掴みたいかによるよね。そうだね。うん、そういう、ギラギラしてる。はいはい。いるじゃない、その港のあたりに。うん、うん、うん。だからその辺、その辺が欲しいんだからその辺出せばいいけど、どうやったら会えるのかなって悩んでる時点で、そんなに会えてない人たちに対して多分喋ってるから。確かにそうですね。うん、そうすると、まあ、もっと、広い層を狙った方がいいですね。そうだね。まあ、トップ画はめちゃめちゃ大事。大事。うん。そうだろうね。最近あの、なんだ？カズくんに教えてもらったタイムチケットとかでさ、よくペアーズの写真撮りますとかあるけど、本当に、あの、月額無駄に払うぐらいだったら、ちょっとお金かけて撮ってもらった方が絶対にマッチメイク。ちょっと待って、最近僕飽きると思うなーって思います。いいカメラ買ったんですよ、最近。それね、全然ね、お金になると思うよ。しかも結構いい写真、うん、撮れますよね、うん、あのカメラ。撮ってる撮ってる。いや、すごい大事なんですよ、写真って。人に撮ってもらうって結構客観的に見えるからね。そうそうそう。だからもっとこうした方がいいよとか、はい、要はセミプロでもプロでもお金払った方が、はい、要は月額ドブに捨てるよりは全然いいと思う。それだけ写真が大事。まあそうね。まずだってメッセージ交換しないと意味がないから。確かに。で、男の人ってやっぱ会うまでにすごいハードルが高いの。女の子めっちゃいいね来るから。ああ、確かにそうですね。他の。そうそう。勝ち抜かないと。そうそうそう、そこで、自分の、しかも、好みのタイプ。だから自分の好みのタイプをはっきりさせるのも重要かも。そう。そう、自分が好きな女の子が好きそうな写真を載せる。だから、それもすごい大事。だから時々いるもなんか、あ、全然かっこよくないな、みたいな。だけど、めっちゃいいねが何百ついてる男も、別に年収がすごい高くわけでもなくて、っていう子もいるし、顔は整ってるけど、超ナルシストだから、ほんと10ぐらいしかついてないやつもいるし。じゃあ、一回自分がどの層が好きなのかっていうの、うん。そう、どこを、もう、取るかを。敵を知り、うん、己を知れば。そうそうそう。もう、はい、明確。就活みたいなもんだから、ほんと。エントリーシートみたいな感じ。なんか自分の、ほんとに行きたい企業に対して自分のどこを見せればいいかじゃないけど。まあ、そうそう、ほんとにそれだと思うかな。うん。わかります？自分が好きなタイプが、どういう。男性を好きかとかって。でもなんか自分の価値観を発信するとき、自分が自分と近い価値観の人が好きだったら価値観を発信するとき結構近づくと思いますけど、うん、例えばなんかその普段、あの土日はカッコつけないで、はい、本当にこうそのままカフェでよく過ごして本読んでますみたいな、そうしたら、それに近い価値観の人来るじゃないですか。うん、そこでカッコつけてなんかちょっといいことばっか書いちゃうと、うん、ミスマッチになるから。そう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 。なんか私は結構この旅行とかだったらバックパック、カー系が好きなんですよ。はいはい。そういう、なんかこう、ハードの旅に耐えれるような男が好きなんで。ああ、なるほど。オスとして強い人が。オスとして。でも M が好きだった。最近はわかんないね。そうそうそう。なんか、なんかそういうなんかこう、ちょっと、なんかこう、あ、違うなって弾かれるような要素も、あの、趣味として書いといた方がいいかも。アニメが好きとかも隠さないで出した方が全然いいと思います。うん、そうそう。あと、なんか、やめた方がいいのは、こういうのは嫌いですみたいなのを、あんまりプロフィールで。ネガティブ情報ですよね。そう。あれはね、あの、書きすぎない方がいいかな。そう思います。うん。だからピアーズとかって、いろんなコミュニティに入れるじゃないですか。入れるんですよ。うん。だからそういうところで、例えばタバコがダメとか、なんかそういう、なんかこう、ネガティブ要素はそこぐらいにしといて、文章は、割と自分の、ことを開示して、で、こういう人に会いたいですっていうのを、うんうん、ポジティブ情報というか。うん、そう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 、そう。を発信してて、まあ、会っちゃえば別にさ、その何の話もできるわけじゃん。うんうん、だけど、会うまではちょっとそこは、まあ、広めに撮っていた方が、うん、わざわざ、その、
そうそう、狭くする必要はないかなって。ないかなって思うかな、うん、それとりあえず、まあ、写真が。写真が大事。写真が本当大事。まあ、特に、相手のことよくわかんない情報だと、写真から得る情報が圧倒的に、しかも量として大きいし、ね。うん。で、女の子って、私、まあ、めちゃめちゃ結婚願望ないんであれなんですけど、意外とあの、年収見てるんで、うん、年収嘘でもいいから、400万以上にしといた方がいいと思います。うん、別にバレないじゃん。出さないから。厳選。長身。うん。出さないから。出せって言われたら逆に困る。困るし。どうしたみたいな。そんな女やめとけって言う。なる。だから、あんまりそこは素直になんなくていいと思う。うん、好きになっちゃえば別にいいんだから。うん、そうですね。うん。バンドマン彼氏辞めさせたいです。そうかな。うん。はい。じゃあまあ写真は、まあ今さっき言ったような感じで、うん、まあいいものを選びましょうと。そうですね。で、まあもし必要だったら、僕がやるんでぜひ。そうですね。借りていただければ。そうだな、私も。今日カメラ持ってくれよ。私もだったから、キラキラっつって。次は、じゃあその文面。うんうん、文面。まあ、で、その写真の最初の第一関門は突破しましたと。突破しました。そしたら、まあ、いよいよその連絡交換が始まるわけじゃないですか。はい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 。そこで、ちょっと、まあ、違うなってなったりもするわけじゃないですよね。うん、そうですね。で、基本的に、ああいうとこって、定型文1文目テンプレートとして登録できるんですけど、それ、絶対にバレるからやめとけ。確かに。っていうのと、え、どういうこと？あのね、どんな定型文があるんですか？あ、定型文は自分で決めれるんだけど、はい、要は、いろんな人とマッチングしたら、はい、初めまして何々です、はいはい、ありがとうございますみたいなのをいちいち打つのめんどくさいから、はいはい、5つ目って登録できるんですよ。はい、大体どのアプリでも。はいはい、私今まで、お見合いとペアーズとウィズ、はい、あと、それぐらいかな、アプリだったら多分それぐらいだと思うんですけど、やって、多分全部できてるから。で、それは絶対やめた方がいいのと、女の子もいろんな男から連絡が来るわけよ。うん、まあそうでしょうね。そう、来るけど、返そうってなるときって、あの、そんなにタイプでないけど返そうってなるときは、うん、やっぱ自分のプロフィールの何かしらに、うん、をキーワードとして入れるべき。はじめまして、例えば、カズです。いいね返してくれてありがとう、よろしくお願いしますは、もう別に、ふんって感じなんですよ。ふんって感じ。ふーんつって、はい、ふーんつって、はい、はじめまして、カズです。例えば、そう、マリコちゃんの、この趣味とか、すごい僕もそうだったんで、あの、メールしてみました、みたいな。で、ここの一文目で軽い質問を入れるのすごくいい。で、普段、ここ、あの、書いてたけど、こういうとことかってどうなんですかみたいな。で、なんかこう、いろいろ話したら嬉しいです。長すぎず短すぎず、あなたに当てたメッセージなんですよっていう。ちゃんとね。そう。オンリーワンだよ。そう。あんなの、うん、別に鼻くそほじりだわって言うから、それを1個入れるだけで、相当返信率は変わってくると思います。で、それが逆に熱が入りすぎると超気持ち悪いんですよ。そう思います。なんかめっちゃ時々長い人がいて、ありがとうみたいな、ここ僕もわかるみたいな、みたいな、だからそこはちゃんと、これ聞いてる人わかるから、バランスでも大事ですよね。いや、そうだからパッと見て、あのなんだろう、あの吹き出しが5センチぐらい。はい。二三行？もっとね、伸びると長すぎる。二三行ぐらいですね。5行ぐらいはいいかな。開業して5行ぐらいはいいかもしれないけど、あんま長すぎるとマジで返信しないです。マッチングした後も。めんどくさいやつだな、みたいな感じになるってことですよね。そう、一文一文めっちゃ長い人いるんですよ。はい。すると、返すのもめんどくさくなるし、なんかもう、おっくになって、後回しになって下に沈んでいくっていうパターンですね。でしょうね。はい。5つ目大事です。でも内容としてはどんなこと、まあ、5つ目もまあ、じゃあそれを覚えて、うん、あまあ、相手に合わせて、まあ、ちょっと作って、向こうから返信が来ましたと。うんうんうん、そしたらどんな話をしたらいいんですか？基本的にはこれでもいいなんで。まあ、なんか、何回かやりとりが続けば別にそんな長さあんまり気にしなくてもいいと思うんだけど、私がおすすめするのは、なるべく早い時点で LINE に移行する方がいい。マッチングアプリ上でずっとやってるのはすごく、あの、他のやつに埋もれてくるし、アプリ開かないと見れないし、で、すごい
もうレスポンスも悪いのね、うん、で個人情報を教えてもらうのになるべく警戒心を持たせずにスッと聞かなきゃいけないんだけど、何回目ですか何回目ですか何だろう、例えば誘っちゃえばいいじゃないですか、どっかに。あ、それでも早い段階で誘いすぎると警戒されて返信来なくなりますね。あ、この人遊びかなとか。なので、なんか趣味あります？趣味。映画とか。映画とか。例えばそのマッチングした子も映画が好きで、なんか最初なんかこういうジャンル見ますとか、バーは何通かな、4往復5往復ぐらい続いてたら、割とそんぐらいかと思いました。好意というか、前興味はあるので、うん、その時点で、まあ、映画だったらすごいわかりやすいんですけど、そういえばこういうの今度あるんで、なんかこう、まあ、いきなり会うと、こう、ちょっと、緊張すると思うんで、最初ちょっとお茶した後に、どうですかとか、なんかこう、いきなり飲みに誘うと、私みたいな慣れてる女は全く関係ないんですけど、やっぱ警戒されるんですよ。だから昼間、お茶。とか、ランチ。を誘うと、割と、そういうの慣れてない子でも、警戒心は少ないし、あと、まあ、なんか、会って話した方がいろいろわかると思うんで、みたいな。なんかこう、別にガツガツしてないですよ、みたいな。すごいなんかこう、興味、一緒に話してて、すごい楽しいから、まあ、直接いろいろ話してみたいな、みたいな。軽い感じで、なんで、まぁ、あ、ちょっと、よかったら LINE を。よかったら LINE を。男って大変なの。いや、ほんとそう思いました。すべてを隠していただいて。いや、ほんとに。危なくないよ。危なくないよ。武器持ってないよ、みたいな。危ないよ。まぁ、あ、っていうくらい、まぁ、あ、大変ですね、男って。いや、そこまで女ってばっかりとも思うね、うんうんうん。結局、男の人はみんなそういう気持ちを持って、隠すのが上手いか下手かだけの違いなのに、うん、隠すのが上手かったら信じて、結果その後からそういう面が出てきても大丈夫っていう話です。そう。ペースを合わせるっていうことがすごい大切だね。そう。でもなんか、ああ、でもね、マッチングアプリでも全然やりもくガンガンいるのね、男。私、やりたいけど顔がそこそこいい子を探したくてやってたアプリが、クロスミーってアプリなんですけど、クロスミーって近所のなんかすれ違いましたね。あ、まあ、クロス、はい。そう。そういう、近くのセフレが欲しいときに、探すのに、すごくおすすめ、うん。もし聞いてる女子がいたら、割とイケメンが多いです。イケメンのセフレ探すのは割とおすすめ。イケメンじゃないとやっぱ難しい、クロスには。もう顔、やっぱ顔が大事。そうですね。それだけだったらね。うん。あれね、そんなにガチで、恋愛系を、で、考えてるんだったらおすすめしない、私からすると。女の子からしたら、そのすれ違いで始まる恋なんて言われたら、むしろセフレっていうよりも、危ない！というよりもなんかその純愛というか、ドラマチックなものを求めてそうな気がするんだけど。え、全くないよ。あれ、なんか何人か女の子に、あ、これいいよ、つって、結構イケメンとやれたぜ、つって教えたら、なんか、その、セフレ探したい女子には全然受けは良かったけど、え、怖いっつって。自分の言ってるゾーンですれ違うのめちゃめちゃ怖いから、確かに全然、そう、怖いじゃん。だって普通に住んでる、なんかすれ違い機能をオンにしてたら、住んでる何丁目まで出るから、ですれ違いました。すごいだから、めちゃめちゃ個人情報漏れるし、そう、だからあんまり恋愛にはおすすめしないかな。多分そんな流行ってないよ。だから女子の登録数めちゃめちゃ少ないと思う。ああ。男同士する人。あれですか？あれですか？またこいつから。まあ、で、文面としては、うん。まあ、ちょっと時間があれなんで、うん、ちょっとそんなに長くは話せないかもしれないですけど、そうですね。まあ、どんな文面が、やっぱ基本的には敬語がいいんですか？最初は絶対敬語の方がいいと思う。うん、硬すぎない、敬語？硬すぎない敬語。うん。なんか、硬すぎるビジネス敬語っぽい人もいるの、時々。あ、真面目なんだな、みたいな。だから、なんだろう、こう、あんま知らない同級生に話しかけるようなというか、あ、そう。ちょっと一個目の先輩に話しかける。あ、一個目の先輩に話しかけるような感じで、で、それで、なんつうか続いたら、少しずつ崩してって、みたいな。
方がいいかな。めんどくさいですね、ほんとに。めんどくさいとか言ってたらダメなんですよ、ダメなんですよ。ダメだ、そんなこと。いや、だからそれもめんどくさいとか言わずにも、自然とやればいい。うん。これぐらいかなっつって。ペペペペって、会ってみないとわかんないじゃなくて。女の子も最近いろんなアプリを使って修正してるから、やっぱ結構実物違う人っぽいのもあると思うと、うね、あんまり会うまでに時間をかけりすぎると、ロスなのね。そうですね。うん、ロスってもう、男が話すのロス。大事、大事。その発想大事。時間は有限ですから。ね、私、今もマッチングアプリしてるんだけど、マッチングアプリをして、マッチングしてから3、4日ぐらいずっとやりとり続いてるのに、LINE の交換先聞いてこない男、だんだん嫌になる。うん、なんかこう、会うつもりないのかな、みたいな。こいつも、みたいな。だから、聞いた方がいいと思う。それでダメなんだったら、そもそも会えないから。そういうことですよね。そう。そもそも会えないから。そう。だからそこは、回転数をやっぱり重視して、そこは自分でも、あ、もういいや、この女会えなさそうだし、と思ったら次、みたいな。この話、なんか3時間くらいできそうな気がします。マッチングアプリはね。詳細に。ね、確かに。詳細に。ちょっと。そう、もうちょっと時間と、もう一回、ちょっと時間と、また、一回でやりましょう。一回でやりましょう、ぜひぜひ。じゃあ今回は入門編ということでね。はい。というわけで、今回は、元、SM の女王さん。関係ない。もう関係ない。ただのマリコでいいですよ。というわけで、今回は、マッチングアプリマスター、マリコさんに、マッチングアプリの有用な使い方をお伺いしました。はい。いろんな、楽しい話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。それでは皆さん、また次回ありがとうございました。ありがとうございます。